あの皆さん、こんにちはあのー。国土政策研究所長を仰せつかっております石田でございます。あのー、研究所ですね、毎年2回、えー、と春と秋に講演会を行ってございます。今回はですね東京大学大学学学院工学系研究科 建築学専攻のですね野口先生に非常にお忙しいところ無理をお願いをいたしまして2050年カーボンニュートラルに対するコンクリートの挑戦ということでお話をいただきますあの300名を超える申し込みがあったということでございまして誠にありがとうございます今日もあの 別に野口先生にプレッシャーをかけるつもりはもうとございませんけれど、面白いお話があのあの聞かせていただけるものとあの期待してございます。あの若干あの野口先生のご紹介を申し上げたいと思いますあの。先生のご専門はコンクリートということでございます。あのコンクリートはですね、申すまでもなく建築あるいは土木にとってですね、最高かつ量的には最大の あの建設材料でございますでところがですねれあのマッシブなコンクリート特に土木に責任があると思うんですけれどあのがいかがなものかとかですねあるいはそういうもののですねあの雨風にさらされますので劣化とか景観の悪化っていうのがありましてですねあの私はあの社会資本政策なんかに関心があるんですけれども社会資本についてのですね評価があんまり芳しくないっていう ことのですね一つの理由がその辺にあったりするんじゃないかなというふうに私、専門じゃないんで勝手なことを申し上げておりますけどもでそういうことに関してですね野口先生はですね非常にあのコンクリートのイメージを変えるそういうあの研究とですねそれを世の中にどう広めていくかということについてですね非常なご活躍をいただいてございます。あのもけどもあの まあの最大の課題の一つである地球温暖化問題、カーボンニュートラルに対してのコンクリートの貢献というのは非常に新しい話でございますしさらに今あの宇宙ということがですねいろんなところで話題になっておりますけれどもあの私が感,感銘を受けたのはですねえっと若い学生さんと一緒にですね火星でコンクリートを作る研究なんかをされているとまあそういうい夢と。 希望と新しいビジョンをあのまさに切り開かれつつあるわけでございますでそれとともにですねあの野口先生があの所属されている建築学会と土木学会ですね同じくあの国づくり地域づくりに非常に大きな責任を有するあの学会でございますけれどもそこの今連携をですねあの進めようというあのこと動きの中心に座っておられまして。 あのコンクリート防災 DX という点で積極的に発言をされておられるだけじゃなくて積極的にご活躍いただいてございます、まあ、そういう野口先生からですね今日本当に貴重なあのお話を伺えるということで楽しみにしておりますし皆様にもですね是非 いろんなことを学んでいただければと思いますし、その後であので、野口先生、お忙しいところ、30分程度だったら、あのディスカッションの時間を取ってもいいよということでございますので、あのウェブ参加の皆様も、ですね、ぜひ Q&A 機能をご活用いただいて、ですね、いい機会でございますので、野口先生にまたさらなる話を引き出すようなですね、 あるいは素朴なあの質問をですね、ぜひ多数いただければと思います。あの紹介と言いながら非常に長くなってしまいました。あの早速でございますけれども野口先生にご登壇いただきましてですね、お話をいただきたいと思います。野口先生よろしくお願いいたします。すみません。えっと。 今石田先生にご過分なあのご紹介をいただきまして恐縮しております。あのすみません、マスクをちょっと外させていただきました。えー、っと85分、マスクつけたまま話すと、白熱してくるとちょっと眼鏡が曇って画面が見えなくなってしまうという関係もございまして申し訳ございませんが、マスクを外させていただきました。あの今日えっと石田先生にご紹介いただきましたように、コンクリートのご紹介をさせていただきますが、 えここまあ十数年えっとコンクリートってあのコンクリっていうあの略称で,ですねマスコミに取り上げられるべきてきましたあの私どもにとりましては全く本当にえっと腹立たしいというかですね情けないような状態でございましてえっと悪者でしかマスコミに登場しなかったというようなところもございます。 えっとまあ、コンクリートから人へとちゃんとですねあのコンクリートって呼んでもらってたんですけど、えっと、それもコンクリートっていうのが、まあ、公共工事の代名詞ということで、まあ、これは、えっと、まさにそれだけの量を使っているということで、えっと、ちゃんとは認識されてたんだとは思いますが、えっと、コンクリートから人へっていうような状況 を逆手に取って人からコンクリートへなんていうようなことまでも言われたりをする我々の中では言ったりしてきておりましたがえっと今回はですねその本当にあのコンクリートをえっとここでですね立ち直らせてさらにえっと脚光を浴びる存在にするにはっていうことでまあこれとない機会をある意味与えていただいたんじゃないかなと思っております。2050年カーーボンニュートラル まあ、これが、えっと、市場命題となっている中で。コンクリートに寄せられている機体っていうのは、これまた本当に。それを達成しなければならないという。まあ、状況に。あるんじゃないかと思います。ここで裏切ってしまうと、多分コンクリートは。百年後にはなくなっているかもしれない。というような状況が。えっと。徐々に見えつつあると。いうところもありまして。まあ、そういうことを踏まえまして、今日は。 どういう挑戦をしていくべきかというあたりについて私の試験も含めまして説明をさせていただきます今日の話題いろいろございますがもう皆様もご存知のように地球温暖化問題を振り返っていただきその中で一緒に資源の循環も考えなきゃいけないというそういう私考えを持っておりますのでそのあたりの端緒を少しお話しさせていただきまして 2050年のカーボンニュートラル化を達成するための一般的な方策、それをコンクリートに適用していくと、どのような技術があるのか、現状、どのようなことが行われていて、将来はそのコンクリートをどうすべきかという形で、今日のお話をまとめさせていただければと思います。まず、セメントコンクリートにおけます地球温暖化問題との関わりでございますが、 ままず地球温暖化の水でございますこれ、もうよく皆様もご存知のグラフでございますが、2040年から50年にかけて、このままいきますと、温度上昇が産業革命から1.5度上がっていくということが、もう確実に、この,あの折れ線グラフがです、ね、増減しておりますけど、まあ、平均化しますと、このままいくと、本当に2040年から50年にかけて1.5度上がってくると。 1.5度上がると何が起きるのかっていうあたりもえっとこれも予測されているわけで徐々に徐々にその兆しは見えてきておりますあの私先ほどご紹介ありましたように日本建築学会で副会長しておりまして毎月のようにメルマガっていうのをえっと現会長の提案で発出しておりますが昨年はもう本当に6月7月8月9月毎月のように えっと、なんでこんなに豪雨災害が増えるんだろうかというようなことを、えっと、書かさせていただきましたまさにこの辺りが、えっと、建築にとりましても豪雨災害、えー、今までは豪雨災害でですね建築の方に何か対策を求めるってことってあまりなかったんじゃないかと思っておりますもうむしろ河川の治水であるとかそちらの方で対策を取っていただければ済んでたのが、えーまあ、土砂災害も含めていくと もうちょっとです、ね、この状況は、えー、河川の管理だけではもしかしたら無理なんじゃないかと、で建築の方も何か対策を取らなきゃいけないんじゃないかということで、耐水建築であるとかですね、っていうようなことを検討し始めているという状況でございまして、石田先生のご紹介ありました土木と建築との共同プロジェクトみたいな形でですね、今、 ちょうど動き始めたところであります災害をテーマとしているものが一番進んでいる状況でございまして災害を起こさないようにするためには災害が起きた時のその対策はどうすべきか災害が起きてしまった後との調査であったりっていうことも当然入ってきております。そのののの根本的な問題の1つがこの地球温暖化物質の 排出にあるとということでパリ協定で1.5度を抑えるというのをこれを努力していこうとそれがグラスゴーの COP26 になりますともうそこの努力をしていることをですね各国は毎年のようにちゃんと示さなきゃいけないというようなところまで今来ておりますそういう意味でこの地球温暖化物質の排出抑制を達成しなきゃいけないということになるわけですが 産業革命以降、その地球の中物質がどのように上昇してきたかということを示しておりますのがこちらのグラフになっておりまして、このグレーの部分がです、ね、人為的に発生させている我々が化石燃料とか原料を使って排出させてしまっているもの、セメントを燃焼することによって発生するものもこちらに含まれてきていると言えるかと思います。 で産業革命の頃はですは、ね、この量を見ていただきますと収支のバランスがま取れていたという状況にございまして排出しているものはちゃんと地球がえっと吸収してくれていたという状況なんですねでそれがです、ね、このグリーンの部分とブルーの部分です、えー、グリーンの部分はグリーンカーボンと呼ばれている陸上の生態系によって、まあ、主に森林ですがこちらによって吸収固定されているものでブルーがこれ海ですね 海水中に溶け込んだ CO が貝であったりサンゴになって蓄積されていくということでこのバランスが保たれていった時代が産業革命以降は保たれなくなってきているという状況でこの薄い水色の部分が大気中にこれはもう蓄積されていっているまあ蓄積っていうのは増加していっているということですねっていう状況でどんどんこの量が増えるとともに地球温暖化が進んできているという まあこういう実態を踏まえて、えー、地球温暖化物質の抑制というのが、えー、もう市場命題になっているというところでございますその中にありましてセメントコンクリートはどういった状況にあるのかということでございまして、まあ、こちらは日本の状況でございます、まあ、それも最近のということで最近まあ公共工事含めまして、えー、建設工事がですね当 一番ピークの頃の半分以下に多分なっているんじゃないかと思いますが、その状態の中で、えー、ここにございますように、日本の CO2 の総排出量、それのです、ねえっと、セメントというのは4.5%、4から5%を占めていると、まあ、日本は鉄鋼が一番多いんですけど、えー、まあその次ぐらいに来るような状況であります。これ、世界に目を向けますと、えー、っと全 CO2 排出量の8%。 がセメントの生産によって発生しているというふうに言われております。で、このえっと日本の4.5%の内訳は半分がですね実は石灰石を原料としてそれを加熱させて分解させて CO2 が排出されていっているというものでございまして、後の残りがえっと1450度に燃焼の高温にまで燃焼する時の石炭であったりそれから あのまあ、昔は重油なんかを使ってたりしましたがそういう化石燃料での排出となります。えー、ということで,です、ね、ちょっとこの脱炭酸がによる二酸化炭素がどの程度なのかっていうのは、えっと、簡単にでも頭に入れておいていただくと後の話がです、ね、非常によく分かってくります。日本の中ではセメントの生産それも石灰石を分解させて排出しているのが2640万トン、まあ、2500万トンぐらいあると。 いう状況にあるとということですで、えっと、もう一つですね私建築に所属しておりますので、えっと、もっと多く排出しているというのが、まあ、この部屋の空調機それから照明等のビルで使われている住宅も含めてですがそういうあの使用時のエネルギーというもので排出される CO2 が、まあ、ここにございますように、えっと、半分以上。 建築で発生しているものの半分以上になります多分これに土木構造物の建設であったりそれのメンテナンスなんかを加えると世の中の CO2 の排出は土木建築が半分多分占めちゃっているというのは間違いないじゃないかと思われるぐらいですねまその中でえっと何を削減すればいいのかっていうことで今建築では省エネゼ,ロゼッチであるとか ゼブっていう形の,です、ね、あのゼロエナジーハウスゼロエナジービルディングという、まあ、そっちの方向を進めてますそうすると,、えっとこの住宅とかオフィスビルのエネルギー消費がゼロになるという将来が見えてきてるわけでそうしますとです、ね、残りどこに来るかというと建設工事というところに来るんですが建設工事の中のほとんどはもう材料です鉄とコンクリートこれが占めちゃってましてで 私今日はそのコンクリートの使用削減というのをどうすべきかというお話をさせていただきます。でこういうのが今の現状なんですが過去を振り返りますと日本戦後これセメントの生産量をこの濃いブルーのですね折れ線グラフで示しております。まあ毎年毎年これぐらいのセメントを作ってきて今ピークからですねもう半減を さらに下回るぐらいのところまで来ちゃってるという状況に実はあるんですが累積しますとです、ね、この薄い水色のラインこれが日本で生産されてきた、えっと、セメント量になります累積するとこれぐらいで先ほど申し上げた石灰石を分解して発生しているものこれがどれぐらいかっていうのをもう割合でいうとですね半分からぐらいと、まあ、見込むとです、ね、ここにあるオレンジのラインになるんですね つまり、えー、と20億トン今まで日本ではセメント生産によって、えー、その石灰石の分解によって、えー、と二酸化炭素が排出されてきたという状況にあります。で世界全体もまあ同じような状況でまだまだ世界ではですね今後、えー、セメントの生産量増えていこうとしておりますので、えー、ここにございますように今千、えー、500億トンぐらいですね が排出累積で排出されているという状況にあるかと思います。それがまだまだ増えると。で、えっと、もう一方ですね、ちょっと資源の循環を一緒に考えましょうと申し上げましたが、えっと、日本の中で、えっと、どれぐらいの資源が全産業に投入されているかというのがです、ね、この総物質投入量という2017年の時点の資料なんですが、1600 16億9千万トンぐらいですねこれぐらいが総物質として投入されてたでピークの頃はですねこれが半分は建設業界に投入されてましたでその建設業界に投入されてたもののまた半分ぐらいがですね実はコンクリートに投入されてたという時代が過去ありましたつまり世の中の4分の1の資源はコンクリートを作るために投入されてたと。 いう状況にあったわけです。それぐらいですね。コンクリートいっぱい使われてきたというのが実態としてございます。で、世界に目を向けてもですね。先ほどちょっと申し上げましたが、セメントの生産量実はちょっと前はですね。も2020年からさらに1.5倍ぐらいの勢いで伸びるんじゃないかと言われてたんですが、最近の傾向ですと。 2020年から2050年にかけて、まあ、多分1.2倍ぐらいにとどまるんじゃないかというふうなことは言われてます、まあ、この辺りはです、ね、今のこのカーボンニュートラル化が多分各国で推し進められていくという期待もあってです、ね、そこまでセメント生産をしなくても別の材料で置き換えていけるんじゃないかということも少しはこの予測の中には入ってるんじゃないかと予想されます。で問題は次の こちらなんですすがセメントを生産するためには石灰石が必要です石、えー、石灰石日本にはふんだんにあるともう当然そのよう,うに思ってきてたんですが、えー、このグラフちょっと見ていただきますと,、えっと過去にですねどれぐらい石灰石をセメント生産だけではなくて実は鉄鋼の生産にも使ってますしそれから紙を白くするためにも使ってます。 いうようよなことで石灰石って日本の石灰石純度が高いものがあるのでそういうものは非常に有効にですね使われてきましたで累積しますとここにある2008年までの状態ここまでの量これだけ今まで使われてきたんですがこれからこの量をですねそのまま延伸させていくとこの傾きをずっとそのまま保ち続けると毎年毎年同じ量を使っていくと何が起きるか。 このようにですね石灰石の累積消費量といいますか増えていきますで、えっと、日本にどれぐらい石灰石が埋蔵されてるかっていうことなんですが一番下のこの赤いラインこれがですね確定火災光量ということでもうここまでは確定してますっていう量なんですねでその上の破、えっと、線部分これが推定火災光量多分この辺りまでは 実際に我々使っていけるんじゃないかなとは思います。えっと、だんだんですねあのこの確定から推定に行きさらにその上の予想といったところに行くと、えっと、その石灰石を掘り出すのに当然のことながらエネルギーかかるコストもかかるというような状況になってきまして今の石炭が高騰しているのと同じような状況が将来生まれてくる。ということで、えっと、今日申し上げたように。 あと100年後我々コンクリートを作れるかどうかっていう状況が別の観点からも見えてくるというような中で2050年のカーボンニュートラルに貢献できないような状況になってくるともうまさにそれは間違いなく起きるんじゃないかということが予想されます。ということでですねこの資源の問題を一緒にカーボンニュートラルと考えていかなきゃいけないというふうに思っております。でそれを まず考えるためにはコンクリートが今どういう材料を原料にして作られ使われそれが寿命を迎えた構造物が寿命を迎えた後、どのようにリサイクルなり廃棄されていっているかというこのマテリアルフローの現状をまずは把握した上でどういうふうにこの循環を形成将来していけばいいのかということを考えていく必要があろうかと思います。えー、っともうこ細かい話は抜きにしましまて、 石灰石を原料にしてセメントを作り、まあえー、岩石を砕いて現状は骨材にしそれを組み合わせてコンクリートにしてでそれを構造物として蓄積していっていると、えー、今はまだですね構造物を作るためには、えっというか古い構造物を壊さなくてもいいっていうまだまだ新しいものを我々今作っていってるんですが将来的には 古いものを壊さないいいと新しいものを作れませんという時は、まあ、東京なんかはまあそのいい例で、えっと、もうどこかのビルを壊さないとそこに新しいものを作れないという状況になっていますのでそんな時代が来た時に、えっと、そのコンクリートはどこへ行くのかそのコンクリートの原料はどこから取ってくるのかということを考えていただくとおのずと行うべき方向というのは見えてくる。 その中にあって CO2 はどう扱っていくのかという観点でですね捉えていく必要があるというふうに考えておりますじゃあ本題の方ですがカーボンニュートラル2050年のカーボンニュートラルに向けまして我々は何をしていくべきかといったようなことでございますで一般的にはですね日本の今の CO2 排出の現状それが 電力と非電力という大きく分けるとこの2つでどの程度発生しているかというところなんですがここにあるような割合で非電力の方から多く発生しているでこれをですね将来カーボンニュートラルにしていくためには何をすべきかということなんですが左側の電力と非電力それぞれで分けて考えていただきますとまず最初に省電力化っていう形でいろんな設備機器が省電力な形に多分今後なっていくでしょうと。 それから2番目電源の脱炭素化ということでこちら再生可能エネルギーの利用といったような形で進んでいくんじゃないかと思われます。それからですね電力がそのように再生可能エネルギーから作られるようになりますと非電力部門で発生している CO2 この中には温度を上げるために石炭を燃やしたり 重要まあ今重要はあんまりないかもしれませんけどそういうものを燃やして CO2 を発生させてますのでそれを電力化していくというまあそういうのがこの3番目電化ですねこれがあります。で非電力部門の CO2 排出こちらの中にエネルギー資源を転換するということで今まで使ってきた当然燃やすための石炭であったり重油そういうものを別の形の バイオマスであるとかですねそっちの方向にこう転換していくっていうのが多分この4番としてありえるところかと思います。それから5番は当然のことながらそんなにたくさんエネルギーを使わなくても今のプロセスがえっと作れるようにしていくというまあそういう過程が5番でございましてでこれをゼロにできればいいんですけどえ多分頑張ってもゼロにはならないだろうという予測です。このの予測の中で ニュートラルにするためにはこの排出している CO2 を何とかしなきゃいけないということで CCS であったり CCUS というものが必要とされておりますカーボンカプチャーエンドストレージとカーボンカプチャー,ーユーティライゼーションエンドストレージというものになっていて CO2 を捕捉して、まあ、捉えてそれをどこかにもう 貯蔵していくまあ海中海海あの海底であったり地中であったりというようなところですねそれに加えて U というユーティライゼーションというのがありましてつまり捉えた二酸化炭素を使うと使っていく過程でその使っていく過程でそこからも出ないようにするという意味でここが実はコンクリートに期待されているところになってまいりますでこういう方策を、えー 我々が作っている建設構造物、まあ、こういうところで達成しようとしますとですね、えっと、ステークホルダーによって見方が若干変わってくるんですね。えっと、設計者の方、発注者の方っていうのは、まあ、大体においてその構造物を、まあ、設計者自体は使うことはないんですけど、発注者側は使いますよね。使う方の立場で設計をすることになると思いますので、その方々にとっては、 スコープ1、2っていうのは自分たちがこの使っている過程で構造物使っている過程でそこで削減できる内容になるんですね。自分たちでコントロールできる内容、主に。例えば電力のこれを再生可能エネルギーで作られた電気に変えていくとかっていうのがスコープ2になるでしょうし、スコープ1ですともうそのままえっと なかなかあの建設業界でスコープアンというところは難しいかもしれませんがあの直接的にそこで削減できるここにある燃料燃焼しているっていうえっと建設業界がこれをやってるっていうのはあまりないのでえっとむしろ電力部門の方々がっていうことになるかと思いますでもう我々にとってみれば建設業界にとってみれば全部スコープ 3なんですねスコープ3ここが、えっと、削減をするための、えー、重要な方策になりますあのさっき建築部門で、えっと、暖房冷房のエネルギー照明エネルギーこれを削減しましょうというのはこれはスコープ2のところで何とかなるんですねしかしそれが達成された後にはもうスコープ3それも上流側のスコープ3というこっちがですね主に関係してきます。 えっと最近私もお伺いしている中では、えー、発注者、えー、それから設計事務所等が、えー、っとどういう材料を使って構造物を作るかっていった時にその材料の供給者に「あなたのところの材料は CO2 の発生量どれぐらいなんですか?」というカーボンフットプリントどれぐらいなんですかっていうのをもう求め始めてます。 今まではコンクリートは一律コンクリートっていう扱いで、まあ、セメントが変わったら若干こう変わるぐらいでだったんですけどそれではちょっともう間に合わない状況になりつつある状況が見えてきてますなので例えば私がちょっと関係している型枠業者とかいるんですけどその方々にあなたのところで作ってる型枠って えっと例えばこれ樹脂型枠を作ってたりすると CO2 どれぐらい出してるんですかということを求められたそうですでその方々も当然のことながら原料である樹脂そのもののペレット製造してるメーカーにどれぐらいのあなたのところのえっとペレットは CO2 発生してるんですかということを求め始めてきてると。 あの上流側にです、ね、このカーボンニュートラルの動きは、えっと、伝播していってまして、えっと、ぜひそういう形で発注者側設計者側の方は、えっと、今後カーボンニュートラルをです、ね、周りに求めていっていただければ、えっと、今まで何も考えてこなかったような方々も考え始めてそちらの方の開発に進んでいっていただけるんじゃないかと思っています。で コンクリートにちょっと戻っていきますとコンクリートでカーボンニュートラル化ではどうやって達成するかという中でさっき CO2 の削減とそれから CCUS というユーティライゼーションこれがあると申し上げましたがその方策がいろいろ分類すると出てきます基本的にはです、ね、削減としてはプロセスで発生している 石灰石が分解して発生するような二酸化炭素を削減しましょうとかそれからそこで使っているエネルギーの量を減らしましょうとかっていうような形でこんな形のですね削減になっていくんですが今主に行われている削減策としてこのエネルギー転換工業プロセス転換の特にこの工業プロセス期限の方ですね石灰石を使って セメントを作るその部分で発生する二酸化炭素を削減するために別の材料それもですね副産物廃棄物のものを使いましょうという形が、えっとまあ、手っ取り早くなんですけど昔からある技術としてフライアッシュであったりコールスラグビー粉末をセメントのクリンカに置き換えるとまあそれで削減という形なんですがこれは実は、えっと、私が思うのに えー、そちらの方向しかもう皆さん目指さなくなっちゃった時には足りないんですね。で副産物をじゃあ主産物として作っていくのかっていう。主産物としてもしこれ作り始めたら今まで、えー、副産物を使っていることで CO2 の排出を、えー、っと無視できたそれや無視できなくなっちゃうそれをちゃんとカウントしなきゃいけなくなるっていうことで。 えっと、今までの方策はもう生きてこないということが生まれます。まあ、そういうのは少し気をつけなきゃいけないことかなと思っておます。で、鉄鋼生産、これが航路から電路に変わり変わるかもしれないということで、jfe スティールはえっと。倉敷市の水島のえっと製鉄所の一つ。これをえー、航路から電路に変えるっていう。ふうに 先日表明ししてました、ね、で、えっと、そんな感じでですね変わっていった時にはスラグビ粉末出なくなくっちゃいます今使ってるコールスラグビー粉末が出なくなっちゃうそれがいずれ起きてくるともうこの方策は成り立たないそれから火力発電所これも石炭火力発電所については石炭いつまで使えるのかといったあたりも若干危惧するところですねまあこれ 多分再生可能エネルギーに変わっていくんじゃないかと思うんですが、そうするとフライアッシュなくなっちゃうというようなところで、この方策が将来は継続性がないというふうにも思います。それからあとカーボンフセット、ちょっとこちらはですね、建設業界がやってるっていうよりも、もうちょっと違うサービス産業の方が行っている部分が多いんじゃないかと思います。航空業界 えー、ジェットエンジンで,です、ね、そこで相当のエネルギー消費してますが、それをえっとコンペンセートするために、森林開発をするということで、オフセットをするということなんですが、これも皆さん、それやっちゃったら、森林そんなに作れませんっていうことで、もうそろそろ、えっとえー、もう過剰な開発になりかけてるんじゃないかっていう、えっと、そういう指摘も出てきてます。 それから下がですね2つ、えーまあ、コンクリートも関係する、えー、カーボンニュートラルを達成するためには必須と言われている左側が CCS です、えー、日本ですと苫小牧で実験的に開始されておりますが、えー、これをですね全国作るとなるとどれぐらいエネルギーかかるのかなとかっていうところも当然考えなきゃいけませんしそれから埋めた二酸化炭素が 漏れないということが保証されない限り、これは実は役に立たないということにもなります。海外ですと、玄武岩層ですね。玄武岩の地質のところに二酸化炭素を埋め込んで、そこで実は CCUS 的なことをやってたりし、ということをですね、試みてます。あの玄武岩はえっとカルシウムとシリカとが結びついているえっとその岩石なんですけど、実はそれって ヒマラヤとかアルプスが、えー、っとこう隆起して出来上がってきた時に大気に触れて実は隆起する時に少しこう砕けていってるはずなんですねでそれが大気に触れて二酸化炭素を実はそこで吸収固定しちゃってますつまり隆起してくる過程でその玄武岩が風化したつまり風化っていうのは二酸化炭素と触れることでカルシウムが炭酸カルシウムが変わっちゃってるんですね っていう形のことを今玄武岩質の地層の中に二酸化炭素を送り込んで人工的にやろうとしているような人たちも出てきます。それをコンクリートを使ってやろうとするとこの我々の今日のえっと目指すべき方向が出てくるということです。でえっとここに示しているのが GCCA というところですグローバルセメントコンクリートアソシエーションこ。こ セメント業界がカーボンニュートラルを達成していくためにはどういう方策があるのかを示したものであります。その中に今日お話しするこの紫色のところです。カーボンカプチャー・アンド・ユーティライゼーション・アンド・ストレージと。これが相当の割合を将来は占めてくるであろうというところで、あとは削減分ということになります。どうしても排出をしてしまうものは使うしかないと。 いいったようなことが、まあ、言わわれてる、えー、わけでございます、はい、それでは、えっと、コンクリートどうやって、えー、カーボンニュートラルに向かうのか具体的に、えー、と例をもうこの辺りから少しスキップしながら説明をさせていただきます、えー、ここに示した、えー、とライフサイクル、えーと一緒まあ、コンクリートの一生を示しておりますが、えー、ここにございますように今まではですね セメント、混和剤、骨材を作ってそれを練り混ぜて構造物にして解体して廃棄をしてというような中でリサイクルもありますがこの外に向いている赤い CO2 の排出をいかに削減するかということでですね技術開発がなされてきましたでそれがさっきのパリ協定2016年以降特にですが コンクリート二酸化炭素を吸収固定させるといったような形での取り組みが始まりまして今はですねこの内側から水色で書いております CO2 の吸収利用というこちらがですね中心的な課題になってきておりますじゃあそれぞれですねどんな技術があるのかということをご紹介させていただきますまず削減の方ですセメントの 生産するときにいかにして排出される CO2 を削減できるかということでございまして基本的には当然使うセメントを調整するときに使うエネルギーの減少を試みましょうということで省エネが日本の国内ではですねここにございますように70年代80年代にですねもう相当進められましてこれ以上もう省エネできないというようなところまで来ております。 えっと最近はですね廃棄物の利用で賄ってきてるっていうのが CO2 の削減という点では一番大きなところで実はセメントの生産をする時に原料それから燃料としてもう半分ぐらいはですね廃棄物を利用しているということになっておりましてそれはバイオマス的なものでもあったりするのでそこから排出される CO2 自体はもうある意味カウントもうしないという。 状況にもなってきてきいるわけです、まあ、ただそれがいつまで続くかっていうのは、えっと、そこで出している CO2 自体はやっぱり吸収固定させなきゃいけないのでえっと、とかしなきゃいけないということにはなろうかと思います。で、えっと、そのようにもう設備的にもですね省エネを進めてきて90年代以降はですねもうそこで出てくる熱もですね有効利用しましょうと。 いう形で、えー、進められてきてきますで将来どういう技術があるのかということですが、まあ、天然ガスを利用するっていうのは少し、えー、CO2 の排出量が減ってくるということにはなりますが、えー、根本的な解決までには多分至らないでしょうと。でゼロにできる、えー、と方法っていうのはここにあるあと2つあるんですけど太陽光調整。 これ、写真にありますように、フランスで実験的に進められている太陽光を集積して、えー、これで1450度ぐらいまで温度を上げることになって、セメントをここで焼いてたりという実験を行っております。まあ、これをですね、さっき申し上げましたように、大量に我々今まで使ってきたセメントの生産に多分使うのって無理じゃないかなと思います。それから水素調整ということで、 水素がグリーン水素、ブルー水素、まあ、こういうのが本当に使えるようになれば、まあ、なんとかです、ねえっと、方法論は出てくるんですが、もうコストが今のところべらぼうに高いという、そこの改善がどれぐらいなされるかが期待されるところです。それからです、ね、燃料ではなく、今度原料系の方です。えっと、石灰石ではなく もともと大気に存在していた CO2 から作られた、まあ、石灰石もそうなんですけどねただし時間的に相当これ時間かかって石灰石になっているそれを一気に燃やして CO2 発生させてるので人工的に作り出しましょうということも今検討されていますで甲殻類であったり石灰網、まあ、こういうものをですね人工的にでも早く作り出してそれを 石灰石人工的な石灰石として使ってセメントを作りましょうという、まあ、そういう試みもなされておりますでえっとセメントの CO2 排出削減の中で今まで本当にあの今のセメントにとって変わるようなセメントいろいろこう開発されてきましたこの赤丸がついているのがもう商品化済みのところなんですが、えー、削減量それぞれ多いもの少ないものあります 最も削減できそうなっていうのはこの一番右側のジオポリマーという後で出てくるものなんですがもうセメントクリンカーを全く使わずに固めることができる材料だったりしますまあこれがえっとセメントでの使用削減ということになります次がコンクリートを製造するところでの使用削減ということになりますがこちらはですねもうセメントのクリンカー量これを下げましょうということでさっきの えー、副産物廃棄物をセメントクリーンカーに置き換えるということで、えー、っとフライヤッシュコーロスラグビー粉末これをセメントの7割ぐらい以上それ以上置き換えてくるということで、まあ、ここにちょっと会社名と商品名出ておりますが日本でもこういうものが開発されもう実用化されていたりしますまあ問題は少しあるんですがお調べて実はこの手のですねカーボンニュートラルを目指すコンクリートは どうしても今までのアルカリ性が若干やっぱり中性に変わってきているというところが今のところは出ておりましてそれをなんとか克服しなきゃいけないっていうのは残された問題になっております。で世界に目を向けますとこの LC3 という焼成粘土ですねこれを原料の3割ぐらい使うということで石灰石の代わりに焦正粘土を使って粘土を使って えー、セメントの代わりに置き換えていくといったようなことそれに石灰石そのまま微粉末化したものを使っていくということでえっと本当に月に1回ぐらいですがえっと海外のセメントプラント今までのプラントをこの LC3 製造用に変えますといったようなところが、えっと、報道されたりしていますあの。粘土なのででここれは資源量から言ううととと相当まだあるということで 当面のカーボンニュートラル化の方策としては方向としてはあるんじゃないかなと思っております。それから次がさっきちょっと申し上げましたジオポリマーということで全くセメントを使わないコンクリートでありまして、えー、とジオポリマーあのポリマーなんですけどこれえっとここにジオがついておりますように、えー、土が 無機系の材料を使って、えー、っとポリマライゼーションを行っているということでアルミナシリカ粉末とこれはアルカリ性の中で、えー、っと溶液の中で、まあ、溶かして重合させていくということです。えー、もともとはの結晶質ではないものなのでアルカリ性の溶液の中でちょっと溶けていってそれが結合していくという形で、えー、っとポリマーの形になっていきます。でえー、っとここににありますようにいろんな 原料が使われてコンクリートが作られていってまして、オーストラリアではすでに建築物が1棟作られたりということでございます。コールスラグビ粉末これもフライアッシュっていうのが今のところですねよく使われている材料で、スラグビ粉末フライアッシュなくなったらじゃあ何を使うのっていうことにはなってくるわけで、えっとこのあたりも資源量の観点では将来どうなるのかっていうのは少し考えておく必要があるかと思います。 それから次が施工時実はゼネコンの方々にとってカーボンニュートラル化を自分自身のスコープ1、2で達成しようとしてもです、ね、実,は実は大したことないんですね世の中の CO2 の排出からすれば。でもやらないよりは絶対やったほうがいいということでここにありますようにこれ建設業連合会がえっと示しているような方策なんですけど。 アイドリングストップである、使っている重機の、えっとえー、ハイブリッド化であったり、えー電、電気自動車であったりっていうようなこと、それから省エネに努めましょうとかって、えー、いうあたりがです、ね、主な、えっと、CO2 排出削減、カーボンニュートラルの方策になっているという状況であります。えーまあ、これが施工時の CO2 排出削減 それから次は教養、ね、時の CO2 排出削減ということですがこれコンクリートには主には、えっと、そのものには関係し,実はしないことではあるんですけど、えー、建築物、土木構造物それぞれが、えっと、別の形で排出している CO2 の削減に寄与できるという,いうものになります、えっと、左側2つが建築です。 えー、日本だしと冬場、えー、これあのえっとトロピカルゾーンに行くとあんまり効かないんですけど日本みたいなところだと多分一番いいんではないかなと思いますあの冬太陽光度低い時に当然、えっと、日射、えっと、室内まで入り込んでくるのでその日射熱で中のコンクリートを温めます、まあ、別にコンクリートでなくてもいいんですけど熱容量の大きなものを温めちゃう。 で温めちゃうことによって夜もう冷房いらない状況が作り出せるというようなものです。でそれをですねこれ下は日本だとちょっと効かないんじゃないかと思いますけどヨーロッパ行くとこれが実は効いたりします。えー、っと床建築物の床ですねこれに、えー、っと穴を開ける、まあ、あの左側はちょっとこういうあのくぼみを設けてる表面積を増やしている状態なんですが右は ボイドスラブといって中に例える,る。ここでですね例えば室内で消費したエネルギーによって蓄積された熱がこのコンクリートに伝わったその伝わった熱をですね外気を利用して外気を媒体してそのエネルギーを外に持ち去ってしまうというそれによって冷房エネルギーの削減を図りましょうというものです。それから 右側はこれ土木構造物に関係することで舗装です、えー、特に都市、えー、夏ヒートアイランド現象夜も眠れないっていうぐらいの状況を、えー、と還元するために、えーとまあ、緩和していくためにですね透、えー、水性のコンクリートを利用して、えー、蒸散作用ですねそれによって、えー、と温度を下げましょう。 表面温度を下げましょうということで、えっと、ヒートアイランド現象の抑制に寄与させようというものですそれからもう一つえー、っと実は我々忘れてはならないのが構造物の長寿命化ということですこれはもう昔からずっと長寿命化っていうのは、えっと、検討されてきておりますこれは CO2 の排出削減にも当然効きます 残念なことにですね土木構造物はそうではないんですけど建築物の場合寿命を全うできずに壊されているものが何と多いことかということですいろんな寿命の定義がありましてまあそれを寿命というより耐用年数って言った方がいいかも分かりませんが物理的な耐用年数これが本当に劣化してもダメになるというものなんですがそうでない寿命がいっぱいあります。で最後のの法定年数ははここれはですねもう人間が決めたことなので、 えっと、実はこの対法定耐用年数実はこの経済的耐用年数と深くリンクしますえっと原価償却の期間その間は、えっと、当然我々短ければ短いほどいいんですね原価償却期間毎年毎年のそこでの償却資産がまあそれ増えていくので税金払わなくていいということになるので実は最初60年とか65年だったコンクリートの建物が今47年というふうになっちゃって。 で一番壊されているのはこの経済的多様な S というものになろうかと思います。えー、っとこの機能的多様な S も経済的多様な S に絡んできます。例えば、えっと、この今使われているこのビルですねこのビルが、えっと、隣にもっと新しい機能的なビルが建ったとすると、えっと、そちらに移ろうかということでテナントがもう出ていくそうするとこのビルは誰も借り手がなくなって壊されるという、まあ、よくあることで。 経済的に結局それは耐用年数も来ちゃってるというふうに言えます。でこんなことをいつまで続けるのかっていうのはまあ別問題としてあるんですが、まあ、そんな形でですね壊されていくものが増えることで結局新しいものを作らなきゃいけないのでそれには材料が必要で CO2 は当然排出されるということなので、えっと、長年かかって我々はえっと使い続けていくっていうのが本来のあるべき姿じゃないかと。で 土木はその辺、えっと、私寿命本当に100年って言われてるんですけど100年で壊すのかどうかもですねあれ壊せないんじゃないかと思うんですけどねもう使い続けるしかないそうするともうカーボンニュートラルは間近に迫ってくると言えるんじゃないかと思いますで建築物でそれを達成するためには実は我々価値をそこにちゃんと見出せるような建築であれば壊すことはないのでそういうふうな 建築にしていく必要はあるかなという,ふうには考えております、まあヨーロッパで、えー、やたらめったらもう壊せない状況っていうのは彼らにとってみれば本当にえっと長持ちさせて使い続けることがより価値を生むという世界になっているので日本のですね歌方の状況まあえっと「北条旗」のような思想を持っている国民がこのような 方向にになり得るかといいうののははヨーロッパの人たちにとっては少しし疑問らしいんですでもやっぱり将来考えるとやっていかなきゃいけない。でもしやれないとすると、えっと、我々の思想の中で使える材料っていうのはおのずとも決まってきちゃうっていうふうになるので、まあ、どちらかの方策を取らなきゃいけないのかなと思います。でじゃあ次です。利用固定技術ということで、えっと、セメント製造時の CO2 利用。 これがです、ねえっと、実際に示されている今後のセメント業界にとって目指すべき方向ということになります。なぜかと言いますと経済産業省、それから実際にハイデルベルフセメントというドイツのセメント業界ですがもうこれをこうしますということで示しています。 こちらは日本の経済産業省が示している、まあ、エネルギー庁が示しているものですがセメントを作る代わりに作ったセメントそれをもとにもう一回セメントを作りましょうということでありますそうするとです、ねえっと後で申し上げる石灰石を分解してできたカルシウムと二酸化炭素を組み合わせてもう一回石灰石を作るのでもう一回セメントを作れますという、まあ、そういう方向なんですね。まあ、こういうい循環形態をを考えて CO2 カーボンニュートラルにしていきましょうというのが、まあ、ある方向ではあるかなと思います。で、えーっと、今申し上げたようなことを実際にですね、えー、っとアメリカで一つやってるところがあったりします。フォルテサと、フォル,フォルテラですねっていうところですが、カリフォルニアです、えーっと。二酸化炭素を利用して炭酸カルシウムセメントを製造しています。 炭酸カルシウムこれ反応するのっていうふうに思う方いらっしゃるかと思いますが反応っていうより形態がこれ変わることを利用してます。バテラライイトトからアラゴナイトに変わるということがバテライトっていうのは炭酸カルシウムなんですけどちょっと不安定なんですね。これが右のような形これあの球状になってますけどセメントとして使うので球状であるっていうことが結構重要になってくるんですね。 これを練り混ぜてで水と反応じゃなくて水の中である操作を行ってこのアラゴナイトの方に転換していくということでアラゴノイトは実はですね心臓の結晶ですウニみたいなものですに変わっていくことでそのウニみたいなものが絡み合って強度を出していくという、まあ、そういうセメントが試作されています、まあ、非常に面白い技術かなと思いますそれからですね これから申し上げる技術が2つあって、その1つ目、ええっと、二酸化炭素を利用して、コンクリート用の材料、セメントではないんですけど、コンクリート用の材料を作りましょうということで作られているものです。コンア材、これは炭酸カルシウムです。炭酸カルシウムを人工的に作り出して、それをセメントクリンカーの代わりに使っちゃいましょうというものです。 えっと体制建設それから同じように日本コンクリート工業が同じような形で炭酸カルシウムを作りそれをコンクリートの原料としてえー、っと使っていってます、えー、炭酸カルシウム実は今のポルトランドセメントにもですね若干混合されてたりしてますあの後で出てくるですね技術もセメントが反応していくときに非常に微小な 結晶質の炭酸カルシウムが先にあるとその周りにセメントが反応した積出物がというか反応生成物が出来上がっていくので選択的にそこがどん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 反応生成物の塊になっていくというセメントの反応をちょっと促進するような効果も期待できたりするということで役に立っています。それからもう一つ同じような技術なんですけど粉末ではなくてもっと大きくしちゃいますということで骨材にまでしちゃったのがあります。 すでに商品化されているものとしては海外で作られているアメリカのこのブループラネットという会社が作っている石灰石の人工石灰石の骨材ですあのここに模式図がありますけど、まあ、核の部分は石灰石でなくてもいいんですけどこの周りにです、ね、石灰石の層をこのように造ていく、ゅうしていくんですね、えー、この粒子はもう石灰石の粉末多分粉末だと思うんですけどぐるぐるぐるこう 増量していくという形で軽量骨材が出来上がってこれサンフランシスコ空港の工事ですでにもう5年ほど前になるんですかね使われております骨材なので相当量コンクリート中に使いますのでここにあるようにですね一立方メートルのコンクリートでこの炭酸カルシウムが二酸化炭素を使って作られたということでですね7 9 0キロ 二酸化炭素が固定されたというふうに言えるものになっています。まあこれは相当量です。一立方メートルのコンクリートがだいたい三百キロぐらいの二酸化炭素を排出するので、えっともうそれの倍以上固定しちゃっているという状況になります。で同じようなものがイギリスではえっとこれ純粋な炭酸カルシウムではないんですけど原料は廃棄物です。 カルシウムであったりマグネシウムであったりっていう二酸化炭素と結合してくれる元素それを原料として同じような軽量骨材を作っていますで私ここに内的オフセットと書いておりますが内的オフセットっていうのは実はさっきあの普通のオフセットをお話ししましたどこかに投資をしてえっと森林開発しましたそこで CO2 削減してくれたので えっとチャラにしましょうということなんですがこれこの骨材別にコンクリートに使わなくても実は済むかもしれないのでそういう意味でそれをコンクリートに使っているっていうことはある意味内的にオフセットしてるんじゃないかという意味でそういうふうに言わさせていただきましたそれから次がですね生コンに非常にですね分かりやすいどれぐらい注入するかっていったら実は少量ですほんの少量です で何ができるかっていったらセメントが水と反応して出来上がった水酸化カルシウムがちょっと出ますけどアルカリになるためにそれと反応して炭酸カルシウムを作り出すでさっき申し上げたように炭酸カルシウムの微小な結晶があるとそこの周りにセメントの水和物が選択的に積出してくるのでセメントの反応が促進され強度が上がるなのでセメント量が削減できるということで。 ここにありますように1立方メートルのコンクリートを作ると1 5キロとか少量なんですけど二酸化炭素の排出削減になるということです日本でも北海道の相沢高圧コンクリート様がこの技術を導入されてコンクリートを作られたりしておりますそれから次がですね昔からある技術なんですが 二酸化炭素を使って養生しましまょうとセメントは水と反応するんですがその後我々中性化とかって呼んでる形で、えっと、セメントの水和物の水酸カルシウムと二酸化炭素反応して炭酸カルシウム変わりますそれをですねセメントが反応して固まっていく過程で導入しちゃいましょうというのがこの二酸化炭素養生というものです、えー、ここにあるようにセメントの、えっと、鉱物 C3S C2S とか C S があります。これと水二酸化炭素を両方一緒に反応させていくと何が起きるかというと水酸カルシウムができずに CSH はできます。で出来上がるのが炭酸カルシウムということで、まあ、生成物としてはこういうものになるんですがこの反応をです、ね、成功させるためには実は最初に水で養生する初期養生その後二酸化炭素を供給して炭酸化養生。で最後 余ったセメントをですねもう一回アルカリ性コンクリートにするために、えっと、ポストキュアリング事後養生というような形のことをやっていくことでですね、えっと、コンクリートの強度も高まり、まあ、アルカリ性も担保できるという、まあ、そういう方向になりますこの辺で分かってくるかと思いますが、えっと、CO2 をここで供給して固めていくっていうことをやろうってですね 移行するとです、ね、二酸化炭素濃度って相当高くないとダメですなので工場製品にある意味限られてきているという技術になってくるんですねやっぱりで次のもそうなんですやっぱりこれ皆様もよくご存知の吸い込むです吸い込むはですねえっとセメントはセメントで使うんですねでその一部を、えっと、スラグとかビフライヤシュに置き換えさらに トクシコン和剤と呼ばれている二酸化炭素と反応してくれるセメントですこれはこれに置き換えることでセメントのクリンカー量を下げるということそれに加えてこのトクシコン和剤ガンマ C2S なんですけどさっき出てきたこの C2S と同じですこれを使って二酸化炭素と反応させて炭酸カルシウムを作っていくことでまあネガティブな状態に落ち持っていけるっていうことで いう技術になってますこれもですねやはり高濃度の二酸化炭素がないとえ反応していくのに相当時間がかかりますえ大気中0.05%しかない二酸化炭素ですので、えー、当然のことながら我々中性化とかですねコンクリートで言ってるのに表面から3センチぐらいまでいくのに50年とか100年かかっちゃうようなコンクリートを我々作ってるわけですなのでここにあるブロック 真の髄まで二酸化炭素と反応させようとするとどれぐらい時間かかるのっていうまあなので工場で高濃度の二酸化炭素を使ってこういう技術をやっていかなきゃいけないこれが実は最近は現場でこういうことできないかということをあとで申し上げる GI 機器の中では検討をされているようでございますそれから同じようなコンクリートセメントなんですけどもうつい先日 太平洋セメントがお話聞いたところによりますともう20年ぐららいい前に実は作ってた技術らしいんですまだ実用化をするにはもうちょっと開発行為が必要だったのかも分かりませんが昨年度まで行ってたね造事業の中でこのセメントが実際に製造されここにあるようなブロックが作られております。 えー、このセメントはですねすいませんちょっとさっき申し上げるの忘れましたえっとここで吸い込むで使っている特殊マ剤は原料はですねここにある複製小石灰ですえー、まあある意味えっとこう複製なので副産物ですカルシウムカーバイトアセチレンガスの原料となっているカルシウムカーバイトを作る時に出てくる 出てしまう石灰を原料としているのでこの特殊混和剤を作るにはのには CO2 は発生しないという位置づけでありますなので副産物であるということこれはさっき申し上げたようにカーボンニュートラルを達成するためにこれを主産物としてしまった時のえっとその原料がどの程度あるのかということと そこで発生する二酸化炭素は当然加味しなきゃいけないというそのことを考えていくのが今後必要になってくるかと思います。でこちらもこれを主産物として作った太陽セメントの方はですね主産物として作ることを想定してどの程度削減できるかを試算したのがこのグラフになっています。このセメントを作るのはですね実はここに作られているのは βC2S というのでさっきの えっと、スイコムのガンマ C2S とはえちょっと形態が違う状態なんですが、えっと、このベータ C2S というのは実は普通にポルトランドセメント中に存在している C2S です。でこれは水和もするし二酸化炭素と反応して炭酸カルシウムもなっていくというその機能を利用してですねここにありますように、えっと、このセメントを作るのには実は 温度そんななに上げる必要がいいというそこでのまずはエネルギーの削減が図られでえっと原料もですね石灰石の量が少なくて済むということで CO2 削減が図られでかつ効果過程で CO2 を吸収するという分が加味されて、えっとまあ、半減よりももっと少なくなっているというのが現状かと思います。 でこれ他のところから持ってきた図なんですけど βC2S ってどんな生成物になっていくかの模式的に表しているんですがさっき申し上げたように水和物とそれから炭酸カルシウムが両方とも形成されていっているというのが実態としてはあるんじゃないかなと予想しておりますそれから海外も同じセメントが実はありますソリディアという会社が作っているソリディアセメントとありますこちらはですね CS です、えー。実はこれ玄武岩で申し上げてたのと同じものなんです玄武、えー、岩砕いたらこれになるんでしょうけど、えっとまあ、どうやって作ってるかはちょっと分かりませんだけどでもこの、えっと、鉱物は二酸化炭素と反応して炭酸カルシウムを作りますその過程で固まっていくということが起きますのでえっと 反応自体はかなり早く起きますで、えっと、ここにありますように1日でも固まってしまうという状況になってしまう、まあ、これが先ほどの吸い込むで使われている特殊駒材と太性セメントのカーボフィックスというセメントと同じ機能で公開をしていくというものでありますそれからもう一つ実はあるんですけどこれはですねあの実は日本でいうともう漆喰壁 をえっと考っていただければ、まあ、漆喰壁はもうあの単純に本当に小石灰だけなので、まあ、ちょっとそこにえっと別のものが加えられてはいますけどこの小石灰をここにありますようにセメントも含めそれからフライヤシとかスラグも入れっていうことで,です、ね、そこに小石灰を混ぜたんじゃないかなとちょっと詳細がですねなかなかつかめておりませんただこの技術アメリカの中でさっき 生コンの中に二酸化炭素を注入するという技術と同じ年に X プライズっていう2つそのプライズが贈られたんですけど1つがこれで1つがカーボンキュアなんですねなのでえっと技術としては確かなものでここにありますようにえっともうブロックまあ主にもブロック生産がなされているというものですえこれ構造物に使えないんですかっていうふうに私実は 今年直接質問させていただきましたが、えー、と答えは帰って実は残念ながら帰ってこなくて多分、えー、ともう建物の中の壁構造用途ではないような壁に使っていくというのが想定されてるんじゃないかなと思います。えっ、ー、と小石灰水酸化カルシウムなので CaOH2 なのでもう二酸化炭素と反応して炭酸カルシウムと水に変わります。 まあそれでで吸収工程がされれてていっていっるというものですねそれからちょっと最近、えー、と二酸化炭素をコンクリート中に取り込みましょうっていうたた多分言い方が正しいんだと思いますがすで、えー、に作られているコンクリートに二酸化炭素を取り込みましょうどうやって取り込むのかっていうことでセメントコンクリートではない別のものを利用して取り込みましょうっていう技術が 1つ目、えーあ、ごめんなさい、こっちの1つ目はです、ね、これは、えーっと、セメントコンクリート自体が二酸化炭素を取り込むのを早くしましょうということで、えー、私のところで、えー、っと実験をやって、えーっとまあ、どういう使われ方をするのかは別にして、えー、二酸化炭素とコンクリートの中の水酸カルシウムを早く反応させるために、えーっと、水と一緒に二酸化炭素を送り込むと。 いうことをやったナノバブル状態の二酸化炭素を、えっと、表面にから振りかけてやるそれによって染み込んでいって二酸化炭素が、えっと、実は溶け込んでいるよりもさらにたくさんの気体のナノバブルが存在するので、えっと、CO 2炭酸がなくなってくるとそこにナノバブルから CO2 供給するという、まあ、そういうメカニズムで、えっと、二酸化炭素を 炭酸化がです、ねえー、より高度に行えるという、まあ、こんな技術があります。それから右側はです、ねえっと、こちらはです、ね、二酸化炭素をセメントコンクリートではないものを使って、えっと、吸収させていきましょうということで、えっと、アミンを使ってます。アミンってあの、えっと 二酸化炭素を工場排ガスから取り出すときに吸収固定させてですね取り出すときに使われている物質なのでそれをコンクリートの中に導入してやることで二酸化炭素をとにかく吸い込んじゃいましょうというですねまあこんなのが今開発されてきていますそれからえっと次がですねこれあの我々今までえっと抑制しましょうということで研究してたものなんですね中性化まあ鉄筋が アルカリ性からコンクリートアルカリ性から中性になっちゃったら錆びちゃうので困っちゃうななので中性化させないようにしましょうと言ってたのがコンクリート二酸化炭素吸うのでどんどん吸わせましょうとなるとちょっと困ったことも実態としては起きちゃいますあのこれ群間島の写真なんでですすけどもうボロボロロよね、まあ、これは塩分で錆びちゃってるんですけど中性化してこんなことになっても困っちゃいます。 でえっと、じゃあどうすべきかっていうのはちょっと後で申し上げますが、えっと、我々ルート T 速とかっていってコンクリートが中性化していくのは、えー、深さ方向時間のルートに比例して深さ方向に浸透し進行していきますという、えー、それはコンクリートの状態によって変わりますという、まあ、そこまでは抑制するための技術として我々知っておかなきゃいけない。ある程度 えっと水分が存在して、まあ、当然のことながら二酸化炭素とカルシウムが反応するのは液体中なので、えっと、水分がなければこの反応は起きませんなのである程度の湿度のところで間質繰り返しなんかが起きているような場所は結構進みますそれから大気中の濃度が高い室内は結構進みますという状況でもしかしたら地下室なんかは結構進むのかもしれませんそこを使っているような でそれを実は構造物解体してコンクリートを砕いた時には表面積増えるので一気に増えますえー、っとコンクリート解体する時に水かけてますよねそれがまさに、えっと、水を存在させてているる表面積を増やしているとでなおかつ中間処理場に持っていくとクラッシャーで砕いてで粉塵が飛ばないようにまた水かけて もう本当に、えっと、二酸化炭素を吸収固定しちゃってるんですね。1年ぐらいかかると多分半分以上のカルシウムは、えっと、炭酸カルシウム変わってんじゃないかと思われます。えー、というような特性があるので、まあ、それを何とか利用しましょうということで立ってる間に二酸化炭素を吸収固定させられるようなところがあれば使っちゃいましょうということになります。えー、じゃあどどここかということなんですけど 水がなければ鉄筋錆びませんただし水がなければ中性化も起きにくいじゃあ錆びない状態の水分状態で中性化だけが起きるような状態を作り出せばっていう状況になってきますでコンクリートは実はこれ穴ぼこだらけなんですねもう微細な穴ぼこだらけですで微細な穴空撃は実はえー、水蒸気では 水は存在できなくてそこには液体が存在します微細になればなるほど低い湿度で水は液体になってますそうするとですね適度な湿度で鉄筋が錆びない程度の水で中性化が起きやすいような水分状態があればえっといいということになってまあ多分室内の建築物の室内で えー、外壁とかみたいに雨がかかっちゃうところはちょっとまずいんですね。当然、雨水が浸透してきて、鉄筋の位置にまで相当の水がいっちゃうと、もうこれ、錆びちゃう現象につながりますので、まあ、そういう室内のコ,コンクリートについては、もう率先して中性化させましょうなんていうことがあってもいいかもと分かりません。ということで、錆びないところはもう、ある意味、中性化、ほっときましょうという。 パラダイムシフトが起きます2005年ぐらいスウェーデンから来た建築家がスウェーデンも室内の床は全部中性化させる方向にやりたいんですっていうようなことを言われててどういうことかっていうのはその時には分かりませんでしたが今になってみるとまあこういうことなんだということです。それから最後ですけど、えっと、コンクリートリサイクルこれさっき申し上げたようにコンクリートリサイクルするっていう時には必ず 砕いて路盤に守っていってます。そうすると砕いていく過程で粉塵飛ばないようにして水をかけるので相当数ということで、色どれぐらい進んだろうかということが。実はもうえっとかなり前からですね。研究始められてます北欧ではですね。これ、スウェーデンも含まれている。北欧ではもう2000年代の初頭には研究が行われ。 それから、日本においてはこの技術があるということで2010年頃からです、ね、実際に実態が調査され実験でどの程度するのかそれが実は再生骨材なんかを考える上では、えでは実は炭酸カルシウムが空撃を埋めてくれるので緻密な構造が作られるということで構造物にとっても再生骨材を使っていいコンクリートが作れるような。 まあそういう技術の方に今進展してきていると言えます。はい、それでは次です。えっと掛け足になりますが、日本カーボンニュートラルに向けてどういう政府の取り組みかということでもう皆様もご存知のように、え2050年カーボンニュートラル表明されたのは2020年の10月の菅前首相の国会表明演説です。でその後、えー、半年後 えっと、2050年のニュートラルに向かうためには2030年46%減という,もうこれって本当にここのピークのところからずっと2050年結ぶと46%のところにちょうど来るんですねでそれまではですねそこまでのことを言ってなかったんです、えー、もう京都議定書のあたりですとここを原点として一番このあたりだったんですねだん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 こうですね下がってきてたんですけど 東日本大震災でもこれはちょっと無理だということで上げましたで上げてちょっと下げたんですけどもうヨーロッパ等からですねすごい避難にあって下げざるを得ないという状況でここに下げたでここに行って現状ここに向かって実は順調に進んでいますえー、コロナもあってというところで えっとまあ、開発の方がですが、ね、ちゃんとこれを追っかけて2030年、あと本当に8年ないという状況になってきましたので46%減、どこまでいけるのかという中でカーボンニュートラルを GI 基金をもとにです、ね、本当にやっていきましょうということで、えっと、今、開発が進められています。コンクリートもその一役を担う存在として 全産業の中のコンクリート産業というのがちゃんと位置づけられているというものでありますで NEDO の方の事業ですがこの GI 基金の前にですね実はもういくつか先行的に進められているプロジェクトがありました大体いい炭酸塩を作ったりとかセメ,ントセメント工場から二酸化炭素を出さないようにいかにして CCS とか CCU 線持っていくと そういう技術でありまして、一番最最後後の文書とはちょっと最後に説明をさせていただきます、まあ、こういう技術がある中で、2050年カーボンニュートラルという所信表明演説がなされたあと、順次、具体的な施策が進められてきてまして、その中でもう、閣議決定文書の中にコンクリートが登場することになります。 CO2 を吸収して作るコンクリートそれは価格が高いので価格の低減をするなおかつ大阪万博にそれを試行的に使っていくというようなまあそういう具体的なことまでが書かれている文書ですでそれが出た後にグリーンイノベーション基金事業が始まりこれ10年間で2兆円積み立てられましたこれは技術開発なんですが実はえっと同じ2兆円が1年単位で えっともっと具体的に実行するための予算として用意されているようでございまして、えー、っと技術開発の後には多分そういう社会実装のための予算が使われて本当にカーボンニュートラルに向かうんだと思いますでこの中にコンクリートがあったと CO2 を用いたコンクリートと製造技術開発ということでこれに採択された課題が実は4つあります4つ目は実はこれは2つの セメント会社が共同でちょっと別々の課題に取り組んでいるものでありまして1番2番3番これ順次ちょっと説明をさせていただきますが1番目鹿島建設グループということで CO2 吸い込むであったり今日申し上げた吸い込むであったりエコタンカルといったようなものそれから炭酸塩骨材もここでは作って導入されるようでございます。 日本でもそのさっき申し上げたような骨材が炭酸カルシウムの骨材が作られてくるんだと思いますそれから2つ目が安藤狭間グループですカーボンプールコンクリートという名前でありまして廃棄物を主にです、ね、炭酸化してそれを原料として使い、まあ、さらにはです、ね、道路用の舗装コンクリートこれをポーラスにすることで二酸化炭素をと反応しやすくした。 そういうことでですねコンクリートにしてからも二酸化炭素と反応させて固定化させようというコンクリートですそれから3番目こちらはですねえっと評価だけを行うというプロジェクトになっていますどのくらいの二酸化炭素がコンクリートに固定されているんだろうかということをちゃんと評価しそれを管理していくための技術開発となってましてえっと東京大学これは私のと一緒の研究室の丸山先生が リーダーダを務めているものであります私はちょっと別のプロジェクトがあってこっちには加わっておりませんそれからセメント分野こちらを同じ課題の中を分ける形で太平セメントグループと住友大阪セメントグループがそれぞれ行っています太平セメントの方はですねセメント工場から出る CO2 を回収してメタネーションするというメタンを作るとでもう一回それを使うということで 住友大阪セメントは出てくる二酸化炭素を炭酸塩にしていくということでその中にはこのエコタンカルのような炭酸カルシウムも多分出てくるだろうなと思いますでカーボンリサイクルセメントというこの今日申し上げたセメントのリサイクルといいますかそこの中にもえっと 二酸化炭素回収した二酸化炭素を使って炭酸塩を作りそれをセメント原料にしていくというプロジェクトも入っているようでございますそれからですね評価の方法に関してなんですがどのぐらいの二酸化炭素が CO2 固定しているのかこれ実はですねえっと実ないんですねあの通常こういう試験方法絡みのものって実あるんですがないので作りましょうということで えー、私、委員長を仰せ使って作っております。えー、っと<の>日本コンクリート工学会に経産省から委託がなされた事業でありまして、えー、早めにこれ、評価する仕組みを実にしましょうとでただ早めにといってもです、ね、問題が実はあって世の中のリクエストはもうとにかく正確ではなくてもいいからとにかく早く出してくれというのはあります。 で正確な技術ができたら置き換えていけばいいんじゃないかというぐらいの感じでとにかく自分たち開発した製品どれぐらいに酸化炭素を固定しているのか表明したいんんだと思うんですね、まあ、そういう意味ですで、えっと、にある我々が使っている技術としてて他の製品の JIS になってい、えっと、たりするものもあるので熱重量分析と湿式分析この2つだけはとにかく来年中には、ね、JIS にしちゃいましょうという形でもう動いています。 ただし、本当に正しく評価するためには解決しなきゃいけない問題が実はあります。えー、っとですね、コンクリートの試験するのに、だいたい1 0センチ直径で2 0センチの高さのものを、これを基本にしていろんなものを測ってます。そんな大きな材料で分析なんて今までやってないんです。もう本当にビビタルミリグラムオーダー、マイクログラムオーダーのもので、えっと、我々は その中に入っててる炭酸カルシウム分析ししたたりしてたんですね。それじゃあもうちょっとですねラチ、えー、が開かない、えー、それすごいばらつきになので上の熱重量分析なんか使う時にはもう分球技術にも本当に頼らなきゃいけないいかに平均的な資料にするかというでそれをですねもうコンクリート資料でちゃんと、えっと、せめてグラムオーダーで測れるもの を作りましょううううという、まあ、そういそう開発が実はえっと GI 基金のとで進められていますそれからですねもう一個厄介なのが石灰石と人工石灰石これ区別しなきゃいけません天然にできている石灰石を使ってこれ炭酸カルシウム固定してますよって言ってもそれってちょっとまずいですよねっていう何億年かけて作られてきたものを瞬時にしてセメントにして 排出しているのをそのまま使っているからといって固定してますっていうのはちょっと、えー、無理があるんじゃないかなということでそれを区別するためにどうすればいいか、えー、っと導体を炭素同位体を使ったりということを考えているようですそれからもう一つ有機物が入ってた時に有機物って燃焼すると、えー、炭酸カルシウムにあごめんなさい二酸化炭素も排出します。 この熱重量分析っていうのは有機物入ってるとかなり早く分解しますでそこで生じた二酸化炭素が残ってる水酸カルシウムと反応しちゃったりして炭酸カルシウムに変わっていくということが起きるのでもともと入ってた人工炭酸カルシウムと分析過程で生じた炭酸カルシウムを区別しなきゃいけないという。 まあそういういいい問題をです、ね、ちゃゃんと考えなきゃいけなきけそれからです、ねえっと、二酸化炭素をコンクリートが固定しているという、これはです、ね、長年固定しているからこそ、えっと、そこで、えー、ノーカウントであったり、まあネガティブ、カーボンネガティブにしてもらえるわけです。例えば1年後に排出してしまっちゃったら、もう今、排出しているとさして変わりはないと。 いうことで安定された状態の炭酸カルシウムとそうでないものを区別できるかという、まあ、こういう問題があってその開発が進められています。で最後です、えー、っと私のところでやっているムーンショット研究です、えー、っと実はムーンショットは、えー、っと目標の 4, 4番目、えー、これはですねもう、うんまあ、ムーンショットという課題自体がハイリスクハイリターンを、えー、考えて もうとにかく将来、本当にえっと画期的な技術開発となるものをえっとやってくださいということで,でその目標の4が大液中にもう分散してしまっている二酸化炭素これをとにかく早く吸収してですね二酸化炭素濃度をとにかく産業革命以前の状態にまで削減できるかという。ぐらいの ことなんですねなので大、えっと、気を対象にします。工場排ガスじゃないんです。ということで、えっと、この大気中の二酸化炭素をいかに回収して使えるようにするかということで我々はそれをコンクリートを対象にやってますということであの7つ課題が確か一緒に取り組みがあって他の課題プロジェクトは全て 体育の二酸化炭素ととにかく回収するところまでなんですねさっきの網みたいなものを使ったりして回収していくとそれを早めにとにかく回収しましょうという技術開発なんですけど我々はもうコンクリートにし回収させてコンクリートとして使っちゃいましょうという、まあ、そういう開発をやってます、えー、っとどういうものなのかっていうことなんですがえっと原料は、えー、今ある 構造物のコンクリートと二酸化炭素です。水は反応させるために必要な、えっと、媒体です。ということで、えっと、ハイコンクリートを炭酸化まずさせて、どこかで,です、ね、二酸化炭素を吸収させなきゃいけないので、まずハイコンクリートで吸収固定させます。砕いていくことで、さっき申し上げたように、早く吸収固定してくれます。で、それの中の粗い粒子を容器に詰めます。 で細かい粒子こちらはセメント分が多いのでこれを水の中に入れますでそこに空気をブクブクとバブリングして流すことでこれをですね炭酸水に変えていきそこから炭酸水に変わった状態でカルシウムを抽出しますでさらにバブリングするとバブリングが足りないとですね石灰水みたいに濁っちゃうんですけど えっと、もっとバブリングさせると炭酸水素カルシウム溶液になります炭酸水素カルシウムそうすると、えっと、透明な状態になって、えっと、イオンとしてカルシウム二酸化炭素がそれだけ多く溶け込んだ状態になっていますこれをです、ね、この粒子間に注水、えー、通水してそこで積出をさせます温度を上げたり pH を上げたりすることで積出マット乾燥させたりで積出させて 積出された炭酸カルシウムがこの心臓結晶のアラゴナイトになって絡み合ってコンクリートとして硬化していくというものですで1センチのものを最初作ったんですが今1 0ンチぐらいまで作れるようになり強度も最初は1 0スカルなかったんですが今は本当に高いものだと5 0スカルまで作れるようになりましたで通常普通に作るんでも2 0スカルぐらいなのでもうちょっと高いところまでいくと 実用化本当にできるんじゃないいかと思いますでこのコンクリートは今申し上げたように、えっと、通常のコンクリートこちら二酸化炭素をね作る過程で特にセメントの排出でこう出てきているのこれを炭酸カルシウムの形で全部吸収固定していきますので1 2 4キロぐらい1立方メートルのコンクリートで、えー、吸収固定させます。 でえっと、エネルギーは当然使うのでその分加味してもマイナスになりますただし2回目のリサイクルの時からはもう1回吸わせたものはそのまま使うので2回目から吸わないというでこの技術はつまりセメントがセメント産業が大気中に放出した二酸化炭素を全部回収してコンクリートを戻しちゃいますという技術ですでこれをです、ね、社会実装していくと何が起きるか。 強度をとにかく出すようにし構造物にしていけると日本の国内ではもう法律の壁があるのでそれをなんとかクリアしていかなきゃいけないで、えっと、2050年例えば半分のコンクリートがこのコンクリートで作られるようになると何が起きるか世界で毎年21億トンの CO2 がどん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 吸収固定されていくという状況が起きてきますでそれを世界に目を向けると何が起きるか大気中にはですねこれまでセメントのル 生産によって排出されたそれもですね脱炭酸石灰石の分解で廃止された二酸化炭素が世界で550億トンありますこれあの最初に申し上げたとおりですこの550億トンを全部回収しちゃいましょうというのがこの技術でありましてで1回回収したものはもうそこからは先には出さないということになっていきますでこれをこの技術を火星で使えると まあ火星皆様もご存じのように二酸化炭素は豊富ですでそこにはカルシウムよりマグネシウムが実はあるっていうことが分かってますでマグネシウムと二酸化炭素も容易に結びついてこれアルカリ土類金属なんですね両方ともなのでそのマグネシウムと組み合わせて同じ形でコンクリートを作っていくということで 実験を行ってこういうちょっと小さなねブロックを作りましたというところです実際に顕微鏡を見ますとそのマグネシウムと二酸化炭素が結びついた化合物がこの骨材の間に出来上がっているとそんなものをこういう形で作り上げていくとこれを使って火星の基地が作れるんじゃないかという研究であります あの今年のコンクリート工学の年次論文集に、えー、っと丸山先生の、えー、っとお弟子さんなので彼が発表をしております。で最後ですカーボンニュートラルコンクリートの社会実装に向けてということで社会実装するためには我々やっぱり建設業界 JIS であったり ISO みたいなものがあった方がいいと標準化されたものということで、えっと、コンクリートの世界の ISO は実は ISO の TC71 というところが作ってまして、その SC の8というところ、えー、っとサブコミュニティの8、私議長をやらせていただいていますが、そこで、えー、っと今、ここにある8個の ISO をもう作ったり作っている途中であります。この中にですね、えーっと、もうすでに実化されているものもあったりします。で、えー、こういうですね、えー、炭酸化したコンクリート。 二酸化炭素を吸収するコンクリートをこれから作っていきましょうという時には当然評価する仕組みとそれをちゃんと社会実装するために標準的なコンクリートはこうやるべきですというそういう ISO が必要になってくるので今それを作ろうという形で動いてますでその中の133158というのがこれが作った製品をどのように評価するかというものになりますあの ラベルをつけたりエコーマークであったりエコリーフであったりというのは日本ではあるものですけどそういう形で、えっと、製品の二酸化炭素の排出量削減量固定量を表明し第三者の認証を受けて表示するようなものですなのでもう全てこの A1A2 っていうのが設計者使用者にとっては、えっと、スコープ3になりますのでこの部分 ある意味企画の中ではもう必須項目として、えっと、材料を作ってる人コンクリートを作ってる人には、えっと、CO2 カーボンフットプリントいくらになるかをちゃんと表示しなさいとそれを使って構造物の形にしていくので VIM、まあ、とか SIM とかっていうものと合わせていくとその中に情報として盛り込んでくると自然にです、ね、デジタル技術とは相重なってですね えっと、もうこの構造物を作る時にはどれぐらい二酸化炭素が吸収固定されているか排出されているのかがもう自然に計算できるようになるんじゃないかなと思いますでそのために実は材料を評価する時に若干困るのが自己適合宣言っぽくですね自分が製品メーカーがこれだけ排出してますこれだけ削減しましたっていうのをちゃんと第三者やっぱり証明しなきゃいけないんじゃないかと。 といいう,うには思いまた、まあ、多分建設業界そうなって初めてあるんだと思うので、えっと、この材料コンクリートを作っていく過程で CO2 をどれぐらい排出したのか固定したのかこれをですね第三者認証という形にしていくべきかなというふうに思ってます。で、えー、問題は実はですねこの建築物とか書いてあるです土木構造物もそうなんですけど。 使っているときもこれ二酸化炭素を吸収固定していってるんですね。ここの部分も将来的にはメリットになるんじゃないかなと思います。これカーボンクレジットみたいなものがついてきちゃうと、えっと、恐ろしいことも起きます。えっと、というのは、途中で壊されちゃったらどうするのっていうのは当然ありますし、クレジット自体は多分、旬光時に与えられちゃったりすると思うんですね。で途中で壊されましたもしたもくは ちゃんと吸わなかったみたいなことが起きると困るので建築物土木構造物になった時点でモニタリングをしなきゃいけないとかですねっていう問題が発生するのでこのモニタリング技術も自家機器の開発項目2の中では検討されたりしてますまあ世の中そういう形で CO2 がお金と関係してくるともうそのままえっともう必須項目になっていくので今後かなり 開発行為が変わっていいいくんじゃないかなかと思いますで実際に今こういう、えっと、建築物だとエコ町法だったり、えっと、LCCM 住宅の認定みたいなもので、えっと、評価が構造物単位でなされているそこに材料コンクリートのデータが提供されていっているんでここのデータに、えっと、第三者認証されたものが提供されなきゃいけないといえるかと思います。で問題がさっきの JIS。 ISO と並ぶのが法律の壁これ建築物の世界なんですけど建築物で使うコンクリートこれを構造用途にする場合はコンクリートでなきゃいけないんですねで、えっと、コンクリートであるためにはセメントを今使ってないとコンクリートと言えないという状況なんですセメントってないかっていったらポルトランドセメント、えー、ポルトランドセメントを使ってないコンクリートって今日申し上げたようにいっぱいあります それを建築ブーツに使おうとしたら実は大事認定を取らなきゃいけないだけど通常の材料の大事認定の37条は取れないんですこれコンクリートでないと取れないからじゃあ何にするかといったらこっちの構造認定の方ですまずはこっちの構造認定から進めていって材料認定の方に移る前にこの37条とか告示を変えないといけないというこれが起きますこれがて起きて初めてえっと 自由にですねカーボンニュートラルのコンクリートが使える世界が広がってくるとでその世界になったときにもうこのカーボンニュートラルコンクリートを永続的に使っていくためにはどうなきゃいけないのかということでこれ最後申し上げたいのはとにかく建設物なので材料大量に使う経済的でなきゃいけないもうコンクリート今1立方メートル1万円とか2万円ですその値段で本当に作れるのか それから木材ののように持続可能でななきゃいけないけここが資源の問題です木材は、えっと、成長してその過程で二酸化炭素を吸っていきます。で、切、えっと、って我々使ってるわけです。年数的には50年とか100年同じなんですね。成長過程、使う過程なんでバランス取れてます。資源量は十分にあるっていう状況ですね。で ある意味地産地産消も今後は必要になるんじゃなないいかと思います、えっと、なぜかというとコンクリートセメント工場にもう一回戻すのかっていったらあんなすごいコンクリートをセメント工場まで持ってこなきゃいけないもうこれ大変ですねなので地産地消的に回る木材も多分日本今アメリカとかから持ってきてますけど日本の本来木材を使っていくべきというのがあります でセメントはセメントで実は、えっと、カーボンニュートラルになるっていうのは今日最初の方で申し上げたとおり排出二酸化炭素を使って炭酸カルシウムを作っちゃえばいいのでセメントもカーボンニュートラルにはなりえるんですねじゃあどうやってその仕組みを作っていくかっていうのはもう、えっと、技術者というよりむしろ製作者の方が考えるべきかなと思いますで一つ問題がアルカリ性じゃない ものがが多分出来上がってくるそうすると鉄筋の中に埋められないどうするの新しい構造を作っていかなきゃいけないということで今ある構造形式使えればいいんですけどそうじゃない形式で構造物が作れるようにしていくっていう開発もやっぱり必要かなと思います、まあ、鉄筋を変えればいいっていう安易な方法もありますけど構造自体を変えるっていうのも考えていく必要がありますで最後のスライドになりますが えっと、グリーンカーボン、ブルーカーボン、えっと、地球で,です、ね、二酸化炭素を吸ってくれるもの、2つ大きなものがあります。グリーンカーボン、年間100億トンぐらい吸います。ブルーカーボン、年間50億トンぐらい吸います。じゃコンクリート、どれぐらいすうるのか、えー、試算すると、もう簡単に試算できますね。というのが、えっと、今作っているセメントが40億トンぐらいです。これがそのままコンクリートとなって使われて、将来壊されたとします。 そうすると、その40億トンのセメントが、えっと、分あの粉々にこうコンクリートとしてなって、その中の脱炭酸っていう石灰石が分化して出ているのが半分なので、つまり20億トンの、えっと、ごめんなさい、40億トンのセメントが作られてたら、そこで排出されている二酸化炭素は、えっと、30億トンぐらいです。それの半分ぐらいが 脱炭酸なので10億5億トンぐらいが脱炭酸で出ていっているのでそれぐらいのもうここちょっとあの6割掛けしてますあの。というのは全部のカルシウムが炭酸カルシウム多分慣れないので6分けぐらいかなということで10億トンという形を書いてますがこれぐらいですね実はコンクリートは二酸化炭素を吸うことができるのでこれをブルーカーボンとかグリーンカーボンと同じように我々呼びたいんです。 とということでホワイトカーボン。実はグレーカーボンという名前も考えたんですけど、やっぱりグレーはですね、ちょっとまずいんじゃないかという。で、ホワイトカーボンとグレーカーボン、両方ですね、実は表標登録しようかと思って、某会社から登録を知ってもらうようにしました。幸いにですね、ホワイトカーボンは登録されませんでした。という意味で、皆さん、自由にホワイトカーボンを使えると。 いう状況でグレーカーボン使いたければどうぞということなんですけど多分ホワイトカーボン失敗してやっぱりグレーカーボンかと言われるというのがあのオチなので使わないようにしましょうということです。なのでコンクリートはこれからホワイトカーボンと呼ばれるべく2050年のカーボンニュートラルに向かっては二酸化炭素の固定源としてまあ期待をされているのでぜひえっとコンクリート業界の人だけに限らず えっと建設業界の人、それから一般の方もですね、コンクリートをそっちの方向に向かわせるべくご協力をいただければと思います。すみません、ちょっと長くなっちゃいましたが、ありがとうございました。野口先生どうもありがとうございました。えっとあの四時まで少し時間がありますので、どうぞあの活発な議論をお願いしたいと思いますが。 会場に集まってられる方から何かございますか。じゃあ田中さんどうぞ。え前半のいろんな技術のご紹介から最後の方はの社会実装の方まで非常にあの興味深く拝聴いたしました。 私の、まあ、関心とか質問なんですけども、あの,あの日本の企業だけでなくて、アメリカとかイギリスの企業もいろんな研究開発をしていると、で最後の方でも ISO のお話が出てきましたけれども、今世界的なそのこの分野での日本のこうポジションっていうんですかね、そのどのあたりにこうあるのかという、ちょっと漠然としたあのご質問なんですけれども、ちょっと、えー、コメントいただければと思います。はい、えー、っとですね えっとまあ、冷静にこう見ていった時、えっときに、日本の技術、今日ご紹介したようにです、ねえっと、世界で開発されている技術とほぼ同じような技術開発がこうなされています、えっと、社会実装の点でも多分同じような状態だと思います、あのえっと、セメントの、えっと、CO2 利用、セメント製造さんにおける CO2 利用、まあ、これは始まったところですね。 でえっと、あと混和剤であったり骨材であったりっていうのも、えっと、同じようにこうなされてきてますそれから CO2 と反応して固まっていくセメントこれも、えっと、もしかしたら日本のがちょっと進んでいるかもしれないんですけどアメリカでも同じようなものがあります、えっと、それから、えー、C4S みたいなのちょっとですね特殊なんですけど あの我々が作ってるようなものっていうのは、えっと、これについてもあの炭酸カルシウムを反応させるっていう、えー、バテライトをアラゴナイトに変えるっていう、まあ、我々そこには注目をしてて、えっと、ある意味ちょっと親戚のような技術開発でもあるかなと思っててそういう意味ではですね非常にこう日本の技術は、えっと、世界ともうほぼ、えー、同等もしくは異常と言えるかどうかちょっとあれなんですけど という状況なんですけど、えー、と世界から届くニュースを見てると日本からの発信がちょっと弱いのかなと日本国内ではよくです、ね、もう聞くんですけど世界のニュースの中で日本の技術が取り上げられる確率がちょっと少ないように思うのでそのあたり是非、ね、世界に向けての海外発信をです、ね、や,っぱりやっていくべきじゃないかなと思います。 よろしいですか。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。はい、こなみさんお願いします。 はい、技術調達政策グループのコナミでございまますす大変お世話になってますこの最後のスライドありますホワイトカーボン非常にその土木建築建設技術者にとってはあの夢のある話でありましたこれまでなんとなく自然破壊の象徴として用いられていたコンクリートのイメージが、えー、まさに地球環境を救うヒーローになりうるんだと。 いうことだとだ思います、えー、こういう考え方をですねこう世の中に広めていくためにはどういうやり方があり得るのかみたいなことをいろいろな方とお話し合ってこられたんじゃないかと思いますけどその中で一番突拍子もないというかこんなことできたらいいなみたいな夢みたいな夢物語みたいなことがあればこの機会にぜひあのお話しいただければと思います。すいませんなんななかか無茶な質問って、はい、あの夢というか ちょっと笑い話に近いかもしれないんですけど、えっと、やっぱり YouTube とかですね最近若い人って SNS 系のそういうものって相当、えっと、利用されてると思うんですけどやっぱり若い人がですねちゃんと向いてくれるっていうのは将来のやっぱり技術なので、えっと、重要じゃないかなと思います。コンクリートっっっててここんんな役に立つんだっていうことが子供の頃からやっぱり 認識されるるよううになるっていうのが重要でそうするとですね、えっと、SDGs って世界にこう広まった中にピコ太郎のね YouTuber ありますけどあんな感じでですねとにかく、えっと、ホワイトカーボンとかコンクリートっていうのが、えっと、若干こう面白おかしくですねでなおかつこれ地球環境に非常に貢献するんだと。でさらにははそれはですね えっと、安全安心を提供する、本当はそこが最後ね、締めくくりは多分そういう言い方が望ましいんだと思いますが、えっと、そういう形で,です、ね、きちっと報道されていくようなことをやればいいんじゃないかと思います。あのやっぱり建設業界の作ってるコマーシャルって、まあ、結構真面目なコマーシャル多いですよね。もうちょっと、えっとと 受けを狙ったコマーシャルもあってもいいいいんじゃないかなかと思いますあの私もテレビ出演時々依頼されたりはするんですけどやっぱり NHK 系が多いのでえっと真面目な世界ですが <laughs> もうちょっと砕けたところで、えっと、皆さんがこう共感をもう覚えてくれるようなものではあってもいいのかなとは思うんですね。ななかなか我々そのもともと 真面目な建設業界、ね、えー、あまりこうその建築の場合建築家なんかも前前って行くんですけど、えっと、どちらかというとこうエンジニアの世界って後ろへ後ろへっていうかちょっと控えめにっていうのをよしとしているそこをもう少しどなたか本当にえっと先頭立っていっていただける方がね いるといいんじゃないかなと思いますけど私じゃないですよはい。<laughs> <laughs> なさらずにいか,いかがでしょうか他にはいじゃあ牧野さんお願いします 道路政策グループのあの総括でやってます牧野です。え、私あの自動運転の関係でですね、あの ISO の標準化とかにいろいろ関わったことがあるんですけど、先生もあのまさにこのカーボンフットプリントの標準化っていうか評価の部分非常に大事だと思います。これってあのよく標準化の ISO の場ではですね、ヨーロッパとアメリカとこう日本とかのこう立ち位置が結構微妙に違いまして、いろいろなこの思惑が こうあると思うんですけれども、今回、この,あのカーボンフットプリントというか、そこの評価のですね標準化を議論するにあたって、この世界のこの思惑っていうか、非常に熱心にやっている国、エリアと、やっぱりちょっとこう違うんじゃないかと言っているような国とか、なんかそういった動きみたいなものはあるんでしょうか、はいあのですね、やっぱりあの、ヨーロッパ系は、えー、とそういう意味では、熱心なんですが、 多分えっと道路関係も同じかもしれないんですけど、ヨーロッパ、はヨーロッパで EN があるじゃないですか、えっと、EN の世界で彼らはもう、よしとしちゃうところがあって、えっと、そこはちょっと困ったところなんですね、えっと、EN が先に先行してこう企画を作ったら、えっと、もうそれで終わっちゃってて、ISO と一緒にこう作ろうっていう、ウィーン協定に乗っ取ってね、えー、やってくれればいいんですけど、 えっと、彼らは彼らだけ閉じちゃった世界で、ね、作っちゃって ISO で作ろうとすると反対しだすという、ねうん、ようなところがあってちょっとそこはです、ね、今後、えっと、一緒にやりませんかとでアメリカは実はセメント・コンクリートに関して言うと、えっと、彼らの言い方はコンクリートって二酸化炭素排出してないという言い方になっちゃうんです。なぜかとというと、えっと、彼らが排出している 二酸化炭素のの総排出量の日本4.5%ぐらいでしたねセメントで、まあ、コンクリート入れても多分6とかぐらいだと思うんですけどアメリカ2%ぐらいなんですなのでコンクリートってアメリカの産業の中では CO2 排出ないみたいなところがあってちょっとそこがですねあのアメリカが本気で乗ってこないただし、えっと、技術開発だけはアメリカはちゃんとやってるという状況でなんかあそこの国は えっと、2つに分かれちゃうんですかねというかあの、えっと、とにかく CO2 を削減しましょうというグループ、そこをもうとにかく推し進める人たちと、それ社会実装を本当にしましょうかというときには、えっと、大多数の人たちはそんなに排出してないんですよという気持ちがあったりするというところで、私の今まで聞いている中だと、 コンクリートって CO2 はあまり排出してないけど長持ちしますと、なので、えっとえー、世の中にとっては非常にいい材料ですというような言い方をしてたんで、まあ、今後はですねアメリカ、それから中国、インドというところがやっぱり今後は一緒にやっていくべきで、で評価についてはですね、実はあのいろんな国が手を挙げ始めちゃってます。えっと、こうややっって評価するにそれやっぱり 日本は私、日本から発出しなきゃいけないと思っているので、そういう意味で、JIS をとにかく来年には制定して、もうアイ s o もすぐしちゃいましょうっていう方向に、ちょっと舵を切っちゃいました、あの本当はもう2、3年置いてからとは思ってたんですけど、まあ、今、実態としてはそういう状況です。 ですか私も賛成で、やはり日本の立ち位置ってそういう評価とか、非常に得意な部分で、やはりこうアメリカとヨーロッパ、考えが違いますし、中国、インドみたいな大きな国もありますので、やっぱりそういう評価とかいう部分をしっかりやることが大事かなというふうに、日もあも聞いておいて思いました、ありがとうございますど、はい、どうぞどうぞどうぞあの国土セ,あのセンターの理事の川崎と申します。 きょうはあの大変あの興味深いお話をいただきまして、ありがとうございましたあのやはりああの、評価のところがです、ね、やはりこれから国際標準の中で、ですねすごいあのウエイトが高いんだろうというふうに思っている一方、ですねあの電化製品とか、ですねいろいろ車みたいなものでだとです、ね、VHS とかあのベータみたいに、ま、全くその違う議論をされる可能性があるんですけれども、 コンクリートって基本的に歴史があって同じような化学反応をしているんですけれども評価の中でもやっぱり結構そういうすごいなんていうんですかね、えー、まあベータ VHS じゃないですけどもそういうふうな議論っていうのはですねありえるのかいや早く結論は大体あの決まっているので、まあ、そんなに国によって、えー、影響を受けないのかちょっとすみませんあのそこら辺の基礎知識がない部分も含めて、えー、なんかあの コメントいいいたただければと思まましししよろしくお願いします、はいえっとまあ、コンクリートそのものに関して言うと、えっと、セメントは基本的にはどこの国も同じようなセメントを使ってます、ただし、セメントに加えてる混合物が国によってだいぶ違うという状況も、これ、セメントの ISO がないというのがその象徴でして、EN2 はセメントの。 規格あるんですけどただそこに並んでるのが10超えるぐらいもっとあるかもわかるんないです。のセメントの規格なんです。そこが違うところでただし評価の方法に関していうと,、えっと大体あの分析機器は、えっと、日本で使ってるものも海外で使ってるものもほぼ同じようなもの。我々もあの日本の企業が製作している 分析機器も入れますし輸入したものも同じように入れていくというのはそこはもう値段がちょっと違うとかどちらが先端的な技術なのかっていう方式はそういう意味ではベータと VHS の違いみたいなことはないと言えるんじゃないかと思うんですあのむしろさっき申し上げた湿式分析なのか熱分析なのかっていう。 これは我々も両方使ってどっちがいいんだろうかというぐらいの気持ちで、まあ、両方とも A 法、B 法とかっていっておのずとどっちが主流になってくるかは多分決まってくるんじゃないかなとは思いますけどもっとそれこそ先端的にです、ね、コンクリートをこのまま評価できるようなものが開発されてくれば多分そちらの方向に流れていくんだと思います。 他の国でどういう方法がこれから出てくるのかというのは、ちょっとまだ、えっと、情報としては収集できてないので、今後、多分手を挙げて、アイいうしたいんですっていう国が出てきそうな気がするので、それと日本がやってる方式ができれば整合して、日本が先に提案するということがまあまあ望ましいかなと思います。 ウェブで参加の方からご質問を紹介していただけますか。どうもありがとうございました。はい、あのウェブから意見入っておりますえ。アルカリ性ではないコンクリートと鉄筋以外の組み合わせについては研究されている材料引っ張りのはあるのでしょうかというご質問です。はい、あのまだ具体的に。 えっと、進めてるわけではないんですが、鉱、えっと、材以外ですと、もうすでに、えっと、研究は進められてる、えー、CFRP であるとか、アラミド繊維であるとかみたいな、えっと、FRP ですね、多分これは使っていくことになるんじゃないかなと思いますで、えっと。これ工場製品で さっき申し上げたように工場製品主体になってきたときにどうやって構造物を作るのかというあたりでえ今ある技術ですと多分プレストレス系がえっと有力候補かなと思ったりはしてますあの4時になりましたので本当にどうもありがとうございました最後だけちょっとだけお時間いただきたいんですけれどあの先ほどあの国際化の 話で足並み揃えていくってことが大事なんですけれども、ウクライナの問題で、ですねあの今般の国連総会でも明らかになりましたけれども、えー、とロシアの安い石油で、この際、がっぽりいこうじゃないかっていう大国が出てきてるわけですよね。ででそういういとこころはこれから あの例えばこう自動車会社の人と話をしててこういう見方してるんだよってあの教えていただいたんですけども日本製のいい車はです、ね、うまく使えば30年40年使えるわけですよねでところが先進国では2030年以降難しくなるわけですねでそういう車が多分どういうルートか知りませんけれどもさっき言った、えー、とロシア、中国、インドブラジル そうするとやっぱりコスト考えるとそっちの方が有利なんで今あのそういう国よりはあのそれに制裁を課している国の方が GDP ははるかにでかいですけど30年経った時にどうなってるかねみたいなそんな話がある中でそれと同じような構造の問題をコンクリートは持ってると思うんですね。 でそういう中でやっぱりこれからさらに難しくなっていくとは思うんですけどもそういうところの国際的なアライアンスをどう強めていくかっていうのがものすごく大事なような気がしてまして私の専門,専門モビリティとか交通なんですけども交通でも CO2 問題とかそのアライアンスの問題って大事だなとあの思い悩んでる日々でございましてまたその辺 あのしみじみと先生と一緒に議論させていただければと思いました。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。